リバチャンネルをご覧の皆様ありがとうございますアイビーミュージックスクールドラム講師の片桐慎吾ですよろしくお願いいたしますってことでね、今回は四つのルーディメンツっていうのを、ね、ちょっとやりたいと思いますこれ僕のレッスンでもあの結構初めの方にね覚えてもらいたいなって思ってることなんですけど それでは早速これ初めてのパラリドルだかなんかよく分かんないなんか僕の他のクソみたいな動画あるんでねそっちの方を見てほしいんですけどあのシングルパラリドルねこれはもう本当に体験レッスンとかでも初めにやってもらうやつなんですけどこれやってみましょうかまずねこれ簡単ですこの頭にアクセントがくる形ねこういう形この。 こんな感じ、ね、これはやったんでねまあこんな感じででねこっからなんですよインワードパラリドルってやつねリバースパラリドルリレイドパラリドルっていうのがあるんですけどまず最初にねこれをやる効能なんですけどまず当たり前ですけどハンドテクニックが鍛えられるっていうのは。 ありますでそれをドラムセットで技として使うようになるっていう,こう物理的なねあのまあ要素っていうか効能があるんですけどそれと同じぐらいね大切、まあ、それ以上に僕は大切だと思ってるのはアクセントがねパラリドルってさこれ例えばこれ4度目にアクセントついてるよねインワードね「ミー・ヒー・ヒー・ミー」4度目ね。でこれ1打目じゃんミーヒーミーミー こここからこれ,これ1打目にするとさ「ーーミ,ーミーミーってこれ結局は同じことなの。パラリドルってねこの「パラ」2つに分け,分けるっていう手順とこれダブルストロークを合体させたルーディメンスなんだけどね。アクセントがまあオフセットトレーニングってもだからまあ言えなくもないかないろんな表とか裏とかねアクセントがずれる感覚を この物理的な手順を通してねこの感覚を身につけるアクセントがどこに入ってもつられたりしないというねその感覚を養うというとっても大切な要素がありますなので皆さんねあの手順だけじゃなくてその感覚を鍛えるここがね重要ですそれでは、それをどうやるのかやっていききまましょうねここからいきますよインワードまず手順だけやってみましょうか。 手順だけねこんな感じ。あの僕のやり方はアクセントはまあオープンリムショットで叩いてそうだねこっちはまあゴーストの音ちっちゃく叩くってことなんだけど今みたいな感じね。 こんな感じでこれ全てなんだけどまずまあ今ちょっとメトロノームつけてないんだけど、まあ、つけてやってください。でなくてもねすごい重要なのはまずその1これ音聞こえないと思うけど四分音符取ってみましょう足とかでいいよじゃあまず足でやってみようかこれ。ワンツースリーフォーね。 16分でもいいんだよまずこれねでこの時に足っていうのはまあここに8分の時はこことここに入ってんだけどねこことここに入ってんだけどアクセントここじゃん。でこの表のやつはね表っていうのはこのワンツーみたいな、まあ、表のやつはこれ足が重なるわけ これを16部で取った場合っていうのはこれ足がここに来るわけ重なるわけミヒミミヒミヒヒミヒミヒミでもさ、これとかね、8分音符で取っても足がこことここに来るから足と手がずれてるのわかるよねで、まずはこの物理的にずれないかどうかっていうのをチェックしてみてくださいこれが みたいな感じで、こう、足がつられないかっていうのを、ちょっと確認してね。はい、つられませんね。じゃ、あいきますよ。ここから少し感覚のトレーニングね。なんか、よく言われてるのはさ、日本語だとこう、一二三っていうとこう。まあ、一二って言えば、別なんだけど。あの、一ってこう、あんま裏を感じないらしいの、この発音にね。ワンツーっていうの、こう、ワンツーって、こう、嫌でも、こう、裏をこう。 感じるからカウント取る時はワンツースリーフォーの方がいいみたいなやっぱ話があってみましょうか自分の口でいいからワンツースリーフォーって言いながらこの手順をやるっていうのがここが一番重要なところねやってみるよ。ワンツースリーフォーワンツースリーフォー。 ワンツースリーフォーワンツースリーフォー16部でもいいんだけどワンツースリーフォーワンツースリーフォーこれでもいいんだけどねでもまあ8部からの方がやりやすいかな初めやるとさこういうふうになりがちなのよワンツースリーフォーワンツースリーフォーみたいな感じでこう口のアクセントと この動きをね一致させたいみたいなこのなん言う衝動っつうかね本能的なんか門があんのよなんかこれを分ける感覚と動きを分けるということねワンツースリーフォー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 メトロノームに合わせて言ってもいいよね。 まあこれは簡単だよね。リバースはね。三段目はこれ表だから。これもね、同じ。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。これはさ、口とアクセントが重なるからさ。そんな大したことないよね。これね、一番難しいと思うの。リレイド・パラリドでね。まあ僕の体感で感じだよ。僕が感じてるのは、同じこれ裏なんだけど、ここはさ、 こっからここまで距離があるからなんかこう距離で合わせやすいんだけどねディレイドっていうのはもう直後に来てるから合わせる時間がないのだから始めからもう合わせられてないとできないからとっても難しいと思うのね手順だけやってみるよまずはねこんな感じ。 こんな感じ、ね、これも同じ口出しながらねワンツースリーフォー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 とかこうなんないようにねワーツーこれも足入れてもいいよね一緒にねつられないようにワンツースリー みたいいな感じ、ね、ととうことで,です、ね、足の動きから足の動き、まあ、これをサンバーキックでやるっていうのがまあ本当は重要なんだけどまたそれは別な動画でねちょっとご紹介して今日は本当に基本手順を覚えるっていうことと手順を通して感覚を鍛えるっていうことねこれやってみてください。でさこれ全部つなげてでかつね ここまで来るとこれ最後右手で終わってるから次こっち左手からスタートみたいなねそういう動きでねあのやるとさらにいいですねこれメトロノームとかねかけてやってみてもいいかもしれない。ワンツースリーフォー。 わとわけで技してそしてその技とかを通して感覚も一緒に鍛えるっていうのがまあ最大の,ねこの効能というかまあこののルーディメンスの僕は特徴だと思ってますでこれが分からないと後からなんかこうだよっていうのとかがねあのちょっと大変になることとかもあるから覚えといた方がいいかなと思います。 ただ、ね、あの僕が思うことなんだけど別にこれができないから下手とかねこれができるからうまいとかあんまそういうのは僕はないと思ってていろんな感覚が分かることでとっても音楽とかがねドラムが聴いても楽しいし演奏しても楽しくなるからだからそういう意味でも僕は楽しむためにねこれが必要ですって思ってますより楽しむためにねより楽しむためにこれがあった方がいいんじゃないかな 思います。そうだな、美味しいパンがあったら、まあ美味しいジャムみたいなイメージかな。あれ違うかな。ということで皆さんチャンネル登録ねよろしくお願いいたします。そして他にも僕のねレッスン動画クソみたいなやついっぱいありますんで、ね、そちらの方もご覧になってください。よろしく。